赤いめっちゃ赤い。こんばんは。マイハっぽいぽいって。こんばんは。今日めっちゃ唇ピンク。これに勝てるリップいない。いないよ。皆さん今日はなんとですね、熊野町の筆祭り、バーチャル筆祭りというお祭りに、あの私と葵ちゃんと福ちゃんの3人で参加させてもらってきました。なんか熊野といえば熊野筆しか、ちょっと熊野ってのところがあるのをね今日初めて知ったんですけど、熊野筆有名なのですごい超楽しかったです。なんかメイクブラシをいただいたんですよ。先生お疲れ、ありがとう。でもなんか熊野筆をいただいて、実はブラシ、お化粧の筆は何個あっても足りないので、もう超嬉しくって、こんなにたくさんもらってしまいました。いただいたのこれチークブラシなんですけど、もちもちなんですよ。もうわかると思うけど、もうもちもちの極みで、なんか肌にキューってなんか吸い付くようなふわふわ感がたまらんです。これちょっとチーク塗りますね。これでも私のチークが熊の筆にふさわしくないんですよちょっとこれは一点なんかこれパッケージの後ろにもチークの粉がねついてて触れないんですよ。これもう触ったら大変なことになる。ふわふわってこう、もうめっちゃねすごいの、なんか幸せを感じる。これをつけてだからずっとこうやってやりたくなっちゃうから薄くつけるこれ本当になんかやばい。そう、蓋が壊れてずっと袋に入れてるんですけどダメなんですよ。ポーチの中もぐしゃぐしゃになって、前髪いつもこの紫のねチークも一緒につけるので、これも一緒につけちゃおう。まあこれはでもあんまりなんか気持ち程度、ちょっとブドウのような色になれば、なんかすごい綺麗に、なんか肌なじみがいいというか、なんかやっぱ今までなんか100均のこれ使ってたんですよ。なんとなくなんかしたらねすごい、チーク塗ってますって感じがねすごかった。もうボンみたいな。だけどこれはすごいなんかもう肌に自然に馴染んでいるのが、やっぱブラシって大事なんですねっていうのを知りました。そう、こうやってあとこのアイシャドウ、この目のこうやって塗るブラシ、もうこれもふわふわなの。もう幸せです。あとこの
細い筆はここに使ってます。ここに使いました。これはあのまつげ溶かしたり眉毛ピッピって充電が切れちゃう。よいしょ。まつげを整えるのに使えるやつらしい。あんまり前はまつげを溶かさないからやっぱやった方がいいのか。なんかそうで、なんかこんななんか立派なこんなんをもらっちゃったんで、ここにいつも使ってるメイクブラシを入れました。ドーンって。私メイクブラシ多い、これでも少なくした方なんですけど多いからよかった、嬉しいです。やったー、いいやつ、もう絶対100いいやつ。もうやっぱクマの筆を一度使ったらねもう戻れなくなるくらいねいいです。とてもめっちゃ鼻むなんかムズムズしてる戻れなくなりますよこれ使うと。まあ、みんなさんはあんまりわからないかもしれないけど、今日ねお習字なんだろう、あれはなんて言ったっけな、なんちゃらかんちゃらみたいなやらせていただいたんですけど、あのめっちゃね今まで習字は多分熊の筆なんて使ったことないと思うんですけど、習字をやるときになんかその写経かやったんですけど、なんか熊の筆でねやったんですよ。でなんかそれは絵の具の筆もあるし、なんかこのお化粧する時のブラシもあるし、なんかかけてました。ディディマスさん誰もありがとう、一休さんかわいい、ありがとう。もうなんかここで止めたいとか、ここで払いたいとか、ここでこう跳ねてほしいっていうのがもうそのまんまその通りに伝わってくれたんですよ。もう先生とやさん、コスモスありがとう、すごかった。でなんかなんだっけ、そのお化粧のブラシもねちょっと使わせてもらって、今日は筆祭りなんでどうぞみたいな感じでと思って、もうお化粧の筆を使ってお絵かきをしてしたりして、もうなんか申し訳ないと思って、めっちゃすごい貴重な体験をさせてもらいました。なんか顔がさ赤く見えるんだけど、これでも暗いよね。まあいっか、そうめっちゃ筆柔らかくてもちもちなんですよ、すごかった。もう楽しくて仕方なかったです。そうなんかピンクの墨汁とか緑とか青とかあって、なんか綺麗な色でした。楽しかった。平吉さんコスモスありがとう。そう楽しかったです、めっちゃ楽しかった。うどんも食べたの、今日うどんを食べました久しぶりにうどんを食べた。前ハッチ
ちね、肉うどんにしたんですけど、あったかいやつ、なんか本当は本当はなんだっけ、冷たいのがよくて、なんかあったかいの好きなんですけど、私がなんだっけな、あったかいのが早く食べれなくて、なんかちょっと待たせてしまうって思ってね。なんか今更だけど、この服絶対外羽の方が可愛い説あって、ちょっとあ、そうすればよかったって思っちゃってる。そう、だからあったかいのじゃなくて冷たいのが食べたかったんですけど、なんかでもあったかいのしかなかったんですよ、肉うどんが。だからなんかもうしょうがないと思ってあったかいのを食べたんですけど、もうね、になんか熱くて、もう熱々で、で私なんかうどんをすすれない、なんか麺をすすれない人で、なんか噛みながらこうだんだん入れていかないと食べれない人なんですけど、熱くてもう全然あっちあっちだった。で、なんか美味しかったんですよ、すごい美味しかったんですけど、めっちゃ美味しかったんですよけど熱かったの。でもなんか麺ってフーフーしないじゃないですか、麺ってフーフーしないのかなって思って、てかもうこの最近ね、フーフーするっていうそのことを忘れてたんですよ完全に。いやそこまで猫舌ではないと思うんですけど、フーフーする文化を忘れてたんですよ。だから今日も一生フーフーせずに頑張って食べてた。そういえば終わった、食べ終わった後であれフーフーすればよかったと思って、そうまやちゃんラーメンはレンゲに入れて食べる人なので、うどんもそうしようかなって思ったんだけど、いやうどんは違うかなって思ってちょっとやめときました。多分スープを飲む用のレンゲみたいななんかやつついてたんですけど、でもこれは違うかなって思って、そう美味しかった。でも本当になんか最後の最後まであっちあつで美味しかったです。うどんは素敵だって思ってえ確かにでもレンゲに入れると前発フーフーするんですよね、多分いつも捨てると思う。だからレンゲに入れてるときはフーフーしても箸になるとするし忘れちゃう。だってねみんなしてなかったから、フーフー前歯だけするのもさ恥ずかしいじゃないですか、ガキだなってなるじゃん、子供だなって。だから恥ずかしくてちょっとやめときました。前歯は子供じゃな、な、いや、ガキでないので。くにちゃんハートありがとう。なんか周りがフーフーしてたら多分前ハッチもなんかもう無意識にフーフーするんだけど、周りがしたかったらあ、しないんだろうなる。もうこれは意識的ではなく無意識に周りがやってることを真似することになるだろうと思う。まあこれは動物でも本当に福ちゃんが本当に
これやけどするからゆっくり食べなって言ってくれたんです。最後までマイハが食べるの待っててくれた。まあそんなにね、みんなが食べ終わりすぐ食べてたけど。アイミーナちゃんかな、ハートありがとう。ヨッシーさんハートありがとう。え、前ハッチだけめっちゃ熱いドッキリ前ハッチだけめっちゃ熱いドッキリ、そんなことある？夜にかけるしてる。騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を。大好き。変わらない日々に夜ちゃんとうとうありがとう。カラオケに歌うぐらい好きです。絶対歌うくらい好きです。そう、なんかじゃんけん大会があって、なんか勝った人、一番最後まで勝ち残った人には熊の筆がプレゼントされるみたいなやつがあったんですよ。で、まあ、福ちゃんと葵ちゃんとマイハッチで3人1回ずつじゃんけんしたら、あの残り2人になったんですよ。なんか葵ちゃんが、あの葵ちゃんが残り3人まで絞って、マイハが残り2人になったんですよ。でね、残り2人でなんかその負けちゃった人もしくは愛子の人はなんか画面をオフにしてくださいみたいな、そうズームであったんですけど、画面オフに、なんかカメラオフにして、その誰が勝ってるか分かりやすくするためみたいなあったんですけど、そうなんか最後の2人があのここにいるあのおさむっちとマイハチのマークだったんですよ。で、あのねイベントはファンの人のイベントではなく、もう本当になんかこういろんな人がいるの。子供さんとかもいるし、なんか本当になんかお母さんとかもいるし、なんか本当にいっぱいいるんですよ。だからなんかまあなんかそのイベントにちょろっとファンの方が参加してくださってるっていうやつなのに、まさかのじゃんけん大会で決勝が前半押し2人っていう、なんかそのなんか微妙なと思って、え、ちょっと待ってと前ハッチは気づかなかったんですよ途中まで。で、ね、最後にね、え、ちょっと待ってください残ってるの私のファンの人ですね両方みたいな強いんだってじゃんけんが。え、今井さんお花、え、ありがとうムック、こちらこそありがとう、楽しかった、めっちゃ勝つ気はなかったです。めっちゃ面白いんだけど本当に。まあでも勝ってしまったかしょうがないからもうそう、なんかん、ちょっと待ってと思って、いやなんか顔まではねしっかりよく見えなかったんですよ。そのちょっと画面がこういっぱいいろんな人がいてね。でなんかおさまっちはなんか背景を私の七並べのカードにしてくれてたから、あ、私のファンの人だって最初分かって、あ、おさまっちね、お、来てくれてる、嬉しいと思ったんですよ。でね、前立つのマークはあのなんか普通になんかカメラにしてくれてて気づかなくて、最後のいや最初、あ、いるんだなっていうのは気づいてたんですけど、まさか残ってるとは思わなくてなんか名前がマイハって書いてあると思ってえ、待ってねと思ってちょ見たら、あ、マイハツのマー君って書いてある、え、ってことはマイハのファンの人が2人残ってるってなって、マイハのファン同士がなぜかじゃんけんするっていう流れにだって、あのマイハチのマークが勝ちました、おめでとう。そう、そんなことあると思って、マイハチ的にはもうどっちが勝ってくれてもよかったんですけど本当に面白くて、もうそんなことあるんだって思ったもん、えっと思ってもうマジで爆笑マイハ、えっと思って、嘘でしょみたいな、そんなことあるんだって思って面白かったです
確かにあそこまで行ったらね、悔しいよね。あれに、なんか1回戦目とかで終わるよりもあっちで終わる方がちょっと悔しみある。ヨッシーさんパチパチありがとう。この服は葵ちゃんにもらったの、このなんかワイシャツみたいな、ブラウス、ブラウス葵ちゃんにもらった。かわいいでしょ。それな。なんかまた来た、事故物件。そんな好きなん？ そんな好き？事故物件。私は好きじゃないからやめて。マイハは怖いな、無理だからダメだよ。なんか3、もう4回目ぐらいだよねこれ来るの。5回目ぐらい。私のこと好きやん。私が好きじゃなくて事故物件が好きなんか。難しい問題。てんてんてん。昨日の服もよかった。え、ありがとう。昨日の服めっちゃね、なんかいいとこのお嬢様みたいだねって褒められたんですけど。 そう、なんかいいとこのお嬢様みたいで、なんか静かそうでいいよって言われた。え？静かそうでいいよってない。 え？元気のマヤちゃんが好きなわけじゃなく、もしかして、もしかしてファンの人は静かなマイハちゃんを求めてるのかもしれない。 謎。おもろい、マジで。お話か、え、めっちゃウケる。顔出すの慣れてきたって。誰です、おくま、ありがとう。ゲーセンで、え、わかる。ゲーセンでやるマリオカートってなんかまた一段と楽しいよね。え、そうだから、え、なんかそこでさ、頭の回転が良かったらさ、いや、あなたのお嬢様でしょ？とか言えたらさ、ふーってなるんだけど、そんなことは到底思い浮かばず、いや、静かさって何？みたいな。ちょっと 静かさってないねん！みたいな。ちょっとそんな、まだアイドルにはなれない。まだアイドルは程遠いかもしれないです。昨日のお話ありがとう。こちらこそありがとう。サンタリオ。面白いと思う。ちょっとアイドルはさ、なんかこう、ってやってるのがアイドルでしょ？ なんかそんな感じ全然なかったけど、と思って。え？静かそうって何？みたいな。なんかお笑い芸人目指してるも私って思ったもん。そう、でも前発的には2日目の服が一番お気に入り。クマさんのパーカー、あれが一番好きですね。まあ結局。 やっぱパーカーは落ち着くからね、好きです。でもなんか、いや、今日もなんか朝めちゃめちゃ寒くて、昼すごい暑くて、もうなんか寒暖差すごいなって思った。朝めっちゃ寒かった、昼ちょっとあったかい、暑くてね。今日ね、怖いことがあったんですよ。なんか今日ね、電車に乗ってね、集合場所まで行ってたんですよ。もう本当に怖くて、なんか電車に乗ってね、行ってたんですよ。で、私がね、いつも乗る駅から乗って、まあ座ってたんですよ。もう本当にガラガラだったから座ったんですよね。
そしたらなんかおばさんが、おばさん、おか、おば、まあちょっとまあまあな、まあまあな女性が私の隣に来て、なんかすいませんみたいな、あなたこそが真の丸々さんですよねみたいな言われて、えみたいな、誰と思って誰と思って、えと思って、ちょわからんと思って、でも私イヤホンしててすいませんとか外したんですよ。でも何言ってるんだろうって思って、でも私はそれに対して反応することができない、わかんないから、えどうしたらいいと思って、とりあえず一回イヤホンもう一回つけたんですよ。でも私の方を見てずっと、あなたが絶対そうよあの人よみたいな、なんかなんちゃらかんちゃら、なんか多分有名人の人の名前言ってたのかな、なんか名前を言ってたんですよ誰かの、絶対あの人がなんちゃらかんちゃらよみたいな、で、あ、まあいる、まあそういう人もいるじゃないですか、やっぱりね。だからなんかそういう方はなんか私だけじゃなくていろんな人に話しかけてるのかなって思って、とりあえず次の駅までね、人が乗ってくるのを待ってたんですよ。私はずっと隣で喋ってるけど、まあちょっと私も私でやることあるからと思って、ちょっととりあえずこうやってちょっと携帯を見ていたんですよ。ちょっと申し訳ない、怖いから、怖かったんですよすごく。申し訳ないけどちょっと無視させていただいたんですよ怖くて。でもずっとなんか喋ってるの、なんか広島どこかの駅から新山口駅までの新幹線の切符を見せられて、あなたが真の何々さんですねって言われたんですよ。私山口出身じゃないですか、だからえっと思って、私のこともしかして狙ってたのかなと思ったんですよ。でも名前が違うって私じゃないって思ってちょっと古仕方させていただいたんですよ。そうで、えっと思って、でもみんなにそう言って回ってるのかと思って、私の駅が私一人しか乗らなかったから、なんかみんなにね言って回ってるのかと思って、でもずっと私の隣でこうずっと言ってるんですよ。もうちょっとイヤホンしてて何言ってるか聞かれなかったんですけど、で次の駅にやってな、やっと人が乗ってきたんですよ。でもそのね人がねそっちに行かなくて、もう私の隣でずっと言ってるんですよ。え、あこれもしかして、なんかもしかしてこの人は私にしか言ってないと思ってそう、でもやっぱ目的地まではさ、そう数分じゃいかないんじゃないですか。もう10分から30分くらいね、乗ってるわけですよ。いやもうその間ずっと喋りかけられていて、で一回ね自分の席に戻ったんですよ。え、じゃあなんか最初立って歩いてきて言われて、また自分の席に戻ってカバンを持って私の隣に来て、また自分の席に戻ったんですよでも自分の席に戻ってもなんかずっと喋ってるから、あそういう方なんだなって私は思って、怖いしもうイヤホンちょっとずっとして聞こえないふりをしていたんですよ。でね、やっぱすごいさ人がいっぱい乗り込んでくる駅があって、まあそこでね学生さんとかその会社に行かれる方とかがいっぱいこう塗られてきて、私の隣にも学生さんが座られて、もうあの女性が自分の向こうの席に座ってたから、私の隣に座るスペースはもうなくて、
あ、これでやっと解放されるって思った瞬間に、そのまた新幹線の切符を待って私の席の目の前に来て、なんか立ってあなたがなんとかだからみたいな言われたんですよ。でも学生がさ、なんかみたいな、なんか絶対許さないからみたいなこと言ってたんですよ。なんかあなたが何をしようとも私はなんとかするしみたいな、もうあなたのなんか許せないんだけどみたいなこと言ってたんですよ。でさ、なんか学生はさ、私が何かこの人によからぬことをしたんじゃないかみたいな目で見てくるから、え、違うと思ってかっちゃんハートありがとう、え、すごいって思ってなんだけどみたいな思っちゃったんだけど、でもなんか、もちろん誰もね助けてくれるわけはなくへえと思って、まあ無視してたんですよね。したらまた戻ってったんですよ。で私、あ、次が自分の駅だから降りようって思って、降りようと思った瞬間に、なんかその降りる駅がその女性と一緒で嘘でしょって思って、いや、お願いだから信号が青に変わっててくれって思ったんですよ。でも見事に赤で、最初その女性は気づかなかったの、私のことを、私が同じ駅で降りたことを気づかなくて、途中でなんか気づいて、なんかこっちに来たんですよ。なんかすいません、ちょっとすいません、ほんといい加減にしてくれるみたいなに、ね、イヤホン外したんですよ。はいみたいな言ったら、え、ちょっといい加減にしてほしいんですけどみたいな、あなたが何をやっても私はやり返すしみたいなこと言い出して、はぁと思って無視してた。黙って聞いてました。でも何の話をしてるのか全然分かんなくて、最初はなんちゃらかんちゃらみたいみたいな、違う最初なんか、え、すいません、ちょっとすいませんみたいな、いい加減にしてほしいんですけどね、あなたはすごい可愛らしい顔をして、まあ目はちょっとあれですけどみたいな言われたんですよ。えっ、待って、目はちょっとあれですけどって嘘マジおもろくて、え、嘘目はちょっとあれですけどとか言わないで、一番気にしてるとこちょっと言わないでほしくて、ちょ、まあ、出品だったから朝でね目はちょっとあれですけどっておいお前と思って可愛らしい顔をしても目はちょっとあれですけど、ちょやめてやめてみたいな、一番ちょっと気にしてるとこ言われるやんと思って、ちゃんと見てると思ってそれな、そう、目はちょっとあれですけどとか言われちゃって、もうええと思って、そうで、なんかちょっとでもまあまあいいわと思った。なんかあなたが何をしても私たちはやり返すし、なんかもう絶対に許せないんですよみたいな、ね、わかるって、なんか最初はさ、あなたこそが真の〇〇ですねみたいな言われてたから、なんかそれを言われるのかと思ったら全く違う話をしてたから、あれと思ってなんだと思って、なんか丸々に関しては絶対に許せないみたいな、あなたが悪いみたいな、いや0100でそっちが悪いとか多分違う話してるけど、こっち今の状況は絶対0100でそっちが悪いやんって思ってたけど、でもなんかさ、あんまり無視してるとさ、やっぱ何されるか分かんないじゃないですか、カバンからナイフ出して刺される可能性だってあるじゃないですか、怖くてめっちゃ怖かったもんめっちゃ怖かったんですよ。で、まあ、ちゃんこうやってねイヤホン外してこうやって聞いてたんですよ、片耳から音楽流れてるけど嘘だわ、片耳から
あれが流れてた。西野亮廣さんのボイシーが流れてた。あ、なんかそのビジネスとか、そのなんかそのためになることをね、毎朝喋ってくれるんですよ。西野亮廣さんっていう方、すごいリスペクトしている方なんですけど、なんかね、声がずっとね、今日も素敵な一日を過ごしてくださいみたいな言ってる。その声がね、こうそのぐちぐち言ってる女性の傍らの耳から聞こえてくるわけですよ。ね、なんか、あなたが何で分かったらでみたいな言って、なんかブツブツ、あ、そうで、だからもう信号が変わったから逃げた。逃げたら、なんか私はこっちに行きたかったんですけど、女性はこっちに行きたかったから、もうなんかそこでなんかあれでした。もう逃げました、私は。あ、でもちゃんと去るときすいませんっつってさ、ちゃんとすいませんっつってさ、あの、もう行きましたね、逃げました。ずっと手がガタ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 、ずっと手がガタガタ。なんかその朝ごはんが食べたいからコンビニに行ったんですよ。でコンビニでね、今日クリーム玄米プランといちごミルクを買ったんですけど、クリーム玄米プラン持ってる手がガタ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 って思って、ガタガタしてたの今日は。ずっとそれ、ずっと葵ちゃんとメイクさんと衣装さんに話してた。怖かったんだけど、すごい怖かった。あ、ママにも LINE した。怖いんだけど、話しかけてくる。怖かった。もうそんな体験したの初めてじゃないわ。初めてじゃなかった。初めてじゃなかったです。なんか、うん、でも何年か前ね、なんかここまでうっとうしいというか、しつこくはなかったけど、話しかけられてることはありました。うん、まあしょうがないね、やっぱいろんな人がいる世界なんで、それも含めて個性なんで、私はちょっと苦手ですけど、まあそういう方がいるのも日本ですから数年に一度出会うよね。いや本当に、でも、うん、刺される可能性もあったから、ちょっとラッキーだったなと思った。今回は刺されなくてラッキーだと思った。刺される覚悟ではいた。そうだから、まあまあ刺されたら、まあその時やなって思ってたけど、まあなんとか、そんなことをする方ではなくて優しかった。優しくはないのか。ヨッシーさん、ハート500ありがとう。ねえ、マイハも死ぬと思った。え、絶対マイハちゃんって分かってないよ。だってマイハのこと知らん人の名前で呼んでたもん。なんかなんちゃらアリスみたいな。あなたが死んの水なんちゃらアリスみたいな言われた。誰みたいな。え、誰だろう。知らんなと思って。誰と間違えてたんだろうね。水なんだろう、なんかよくわかんないけど、水なんとかアリスって言われましたね。はい、まあまあ、おさまちゃん、お疲れ、ありがとう。怖かった、朝から散々な目にあって怖かったよって思って、え、怖って思った、マジ。でもアリスか、アリスと言われて嫌な気はしなかったよ。だってワイハ不思議の国のアリス大好きだからさ、アリスかとか思って、ちょっとあの真顔でね、
心の中ではありっすねとか思って、カツオの教師さんお疲れありがとう、みんながお疲れとかってくれまあまあでもそんな気持ちだとありがとう、ありがとうございます。いやもう本当にもうこんなレアな体験することなかなかないから、絶対ショールームで話そうと思って。なんか結構さ、なんか電車でもブツブツ言ってる方とかいるじゃないですか。なんか独り言を喋ってらっしゃる方もいるし、なんか絡まれたこともあるからまあまあでもその初めてな経験ではなかったから多分冷静でしたね、めちゃめちゃ。ああ刺されるかもしれんと思ってまあ刺されたらまあその時かと思って、いやなんかもはやこの人が襲いかかってきてもなんとなく、まあ、ナイフとか持ってたら別だけど、グワッて襲いかかれそうになっても、いや絶対勝てるって思ったから、まあなんとかなるかと思って、でもナイフ刺されたらもうしょうがないと思ったけど、グワッて来る分にはまあなんとかなると思って、グワッて来たらまあとりあえず蹴ればなんとかなると思ってそういう自信があって、まあ、あとはさもう一発かわせば、あとはその前に座ってるおじさま方が助けてくれるだろうって思ってまあちょっと武器がねあったら負けるけどね、まあ、なんとかなるかって思ってちょっとの頭の中でシミュレーションしてた。あナイフを持ってたらもう諦めようって思ったでも武器を持ってなくて襲いかかられたら、まあ、多分大丈夫と思って無視を貫いていました。もうそれか前半もやばいやつになるか、言わせてもらいますけどねみたいな私の名前はあちょっと個人情報だから言えないけど、あなたの名前をじゃあ先におっしゃったらどうなんですか言いそうもうそっちに振り切るから、あなたの名前を先におっしゃってください、そして要件と伝えたいことと誰に向かって言ってるのか先に言ってからじゃないと聞き入れません言い返せ、マイハッチもやばいやつになってしまうっていうのはあり、あそれやったっけ面白かったな、くれますか、人に話を聞いてもらうっていうのはその人の命を削っているっていうことですよ、それを自覚して言ってますか、言えばよかった大変なことやね、それこそ大変な目に遭ってたかもしれない。でもまあなんかああいう方には変に言わないで無視してるのが一番なのかなって思って、そうなんか変に言うと後々めんどくさくなったりとか、多分何言っても通じないと思うから、まあな言わなくて正解だったけど、まあちょっと面白い話を面白くすればそう言ってたら面白いしかもなんかさめっちゃ絡んでくるからさ、同じ駅で降りてもんだからなんか知り合いなのかなってみんなに思われて、なんか喧嘩してる親子だと思われる可能性だってあるじゃん、だってなんか許さないとか言われてさ、本当にいい加減にしてくれるとか言われてさ、同じ駅で降りちゃってるからさ喧嘩してる親子なのかなみたいなやめてほしい、本当勘弁してよって思って、でもすごいもんだってさ、なんかすごく孤独に感じた。もうだって目の前に座ってるスーツを着たおじさんとかもみんな
みんなこうだと会社に行くのがだるいのかな。それともまやはちゃんのこと助けて、なんかちょっと変で俺を絡まれないようにしようと思ってるのか。こうだと。なんかちょっとたまにこっち見てた。でも私がもし自分より小さい女の子がそうやってやられてたらどうするだろうって思った。まあ、少なくとも嫌な気持ちにはなってるじゃないですか。それはわかるじゃん。マヤハも無視してるから。あ、スコンブ、スコンブ、スイカ、ハートありがとう。でも自分より小さい女の子だったら友達のふりをするかもしれない。誰みたいな。今日めっちゃ早くないとか言って話しかけるかもしれない。でも実際そんなことないから、そんなさアリスとか言わんし、でも実際そんな場面に出くわしたことないから、私は裏カンカンさん、あ、これ何、これスポーツの秋かな、ありがとうございます。絶対違うわ。なんか、え、みなみ乗ってたのとか言って行く。でも、想像はできるけど実際できるかどうかって言ったらちょっと課題だよね。でも小さい子が困ってたらなんか見て見ぬふりはできないなって思う。絶対小さい子だったらだよ、小さい子だったらだよ。私より年上の方はちょっとごめんやけど、もうこんなちっちゃい子もさこちゃんとかだったら言うかな。危なくなったらまあしょうがないよね、それも人生。マイハは基本的に何があってもまあ別に、あ、レアな体験したなって終わるから、別に死には死、まあ、死んだらまあその時だなって思っちゃうけど、全然なんかこんなことないなって思うじゃないですか。だからなんか割と好奇心旺盛なので、私より小さい女の子は助けるかもしれない。男の子は助けるかどうか分かんない、もう男の子は任せた。でも私より小さい子に友達の面はできないな。同じ習い事のちっちゃい子みたいな。みんなならどうしますか？無視する？仕事はやってた、ありがとう。殺傷、え、あれだった、なんか運転手さんしかいなかった、なんか短い電車だと。そう、1両編成完全無視。あー悲しい。まあでもしょうがないよね、逃げる。逃げる。でもいや、なんか私ぐらいの年は全然いいけどね、ちっちゃい子だったらかわいそうじゃないですか、怖いじゃんと思って、一緒にいてあげるだけでも違うよね。まあ小さい子にはみんな、あ、降りる時になんか絡まれてますよみたいな、絡まれてるんですけどみたいな言うか、そんなでも言ったところで。キュアピ、宝石ありがとう。でもそうなんですよ、なんか日本はやっぱり自分に被害をもたらしたくないみたいな、なんか日本、いや海外はどうか分かんないけど、
やっぱでもそうですよ。だって知らない人のさ身代わりになって死んじゃう可能性だってあるじゃないですか。だからそんなリスクを犯したくない気持ちもわかる。なんか変、自分も変に絡まれるのもめんどくさいしね、やっぱり。何よりこっちも仕事に行くんだよ今からっていう気持ちだもん。だってみんな、あ、もう電車通勤の中で有名な人だからもうみんな相手しないみたいな。でも私はね、なんか結構スルーしてたから、別にいいんですけど。ね、怖かった。アリスか誰だって思ってたね。アリス、アリスね。どうって、そう、小判ありがとう。アリス誰？解明しようかな。アリスです、アリスです、よろしくお願いします。突然知らない高校生に柔道やってますかって受ける。なんで？やってたら何？森下アリスです。アリスならなんていう名前にするかな。地下っぽいとか 言われてアリスです。電車アリスですか、いつこうかな。電車から来たからね。電車、電車アリスってダサ。そんな感じの一日でした今日は。顔めっちゃ赤く見えるけど私実際そんな赤くないですよ。多分照明のせいです。こちら照明のせいでございますので、私ほら、私失敗しないので、うん、焼けてないと思う。今日アネッサ塗ったもん。そこあ、顔面はあれ塗った。今日これ、これSPF 入ってる化粧下地、これいいよって言われた。日焼け止めが先のメイクアップベースなんで、これ美肌モードオフにしたらこれあれするのかな。はい、こんな感じ。どう、黒いよね。でも今日黒く見える。確かに白いブラウス着てるから。全然違うくない？いや、筆供養はあれでした。なんか眠たかったんじゃなくて眩しくて、こせらせた。ずっと全然そんなそんな眠いとかの市場で。美肌モードすごい、それな。なんかちょっと、はい、すごくあの日頃の感謝をみたいな。いや私はそうですね、はい、みたいな感じだった。こんなあのすごい
こんなことは本当にやったことがなかったので、すごい勉強になりましたみたいなこと、ちょっとこんな目で言ってた。感じだったずっと。やるちゃん尊いありがとう。そうでもコメントを聞かれても、なんて言えばいいんだろうと思って、供養してみてどうですかって、どうなんですかね。供養してみてどうだったんでしょう。なんか火に筆を投げ入れることがないからすごい新鮮でしたって言えばよかったもん、リアルに素直に。なんか別にそんな長いことさじりじりやってたわけじゃないから、なんか本当に礼して筆ポンってやってまた礼して帰ってくるだけで、どうでしたかって言われても投げましたって感じ。投げましたみたいな感じだったね。まあでもこれからも筆をに感謝して使っていきたいと思いますみたいなことを言えばよかったんですけど、本当になんか私は習字をやっていたのでみたいな、いっぱいなんか筆を使ってきたので、まあ、その筆たちにも感謝の気持ちを込めましたみたいな、まあ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 。でなんかね、そう無茶ぶりで、無茶ぶりというか、そのいきなり、いきなりというか、もう本当にカメラ回ってる時にカンペで、なんか感謝の言葉を口に出してみたいな言われたんですけど、この筆に対して私は何も思い入れがないわけじゃないですか、まあ、誰かが使っていたことは間違いないと思って大切に使わせていただきましたとか言っちゃった私。使ってないんだわと思ったわ、嘘やろと思って。なだって私動物さんたちありがとうございましたって言おうと思ったら福ちゃんが言っちゃったから最後なんですよ私、大体コメントも何やるも最後だから、みんながさこう言ってることが、あの感想もどうでしたかって言われて言いたいこともだから 前の人に全部こう取られていくわけじゃないですか、まあ、取られる別にそんな取るとか取られるとかじゃないけど、その用意してたことをまんまかぶせて言うわけにはいかないから、やっぱその場でうわーって頭ぐるぐる回転させて、そうですね。感謝の気持ち、いや動物さんありがとうで行こうと思って福ちゃんが言った、うわ言った、やばいよどうしよう言ったよって思って、なんか葵ちゃんがありがとうございましたって言ったんね、だから私はもうありがとうございました単体では使えない、福ちゃんが動物さんありがとうございましたあもう使えない、私はなんだ職人さんたちありがとうございましたなのか、いや違うぞこれを使った人はきっと大切に使ってると思って、大切にもう無理と思って自分で笑っちゃいそうになったもん、えちょ待って何言った私大切に使ったの私じゃないわと思った、そんなことがありましたね。やったマヤがいい自分コメントだってやったね、さあ多分グル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 あすまぶしいと思ってグルグルグルってやった結果大切に使わせていただきましたね。えっ何事みたいな感じだった。まあまあでももういいでしょう。でも別にそんなね、なんかちょっと言い訳じゃないけど、どういう思いでその感謝を言ったんですかみたいなあったから、あ今まで私も習字やって
でいろいろ使ってきたので、まあ、これ投げた札は私の札じゃないんですけど、今まで使ってきた分の思いも込めて言いましたって言ったから、まあなんとかつながったかなっていうところ。なんとかつながれば、それでつながってくれれば嬉しい。もはやカットしてほしい前八は今から TikTok 上げるので、え、あれってもうあれなのかな、テレビにはならないのかな、もっとリバーの時かっこいい表情しないとダメだ。やっとこうかな、ちょっと髪をこうやって、誰かっけえだって、ありがとう。ユニバーサルって言ってる人初めて見たかもしれん。ユニバーサルスタジオジャパン、まあ確かにユニバーでもそうだよね、普通にさ略したらユニバーサルになるよね、だってユニバーサルスタジオジャパン、じゃあ日本人って略しすぎだよね、ユニバで、ユニバーサルスタジオジャパン、ジアパン、だって9文字10文字ぐらいある中の3文字だよ、3分の1ぐらいしか残ってない。ヤッシーさん、ハート1000個ありがとう。明日前出しできる、え、どうだろう、できないかもしれない、うわ微妙、なんか微妙です、めっちゃめちゃめちゃ微妙、まあ、できるかなって感じ。でも前ラジのお題出してないんですよ。前ラジ終わった時からこの前ハの机の目の前に前ラジお題書いてあるのに、いまだに出してないっていう、ああ忘れてたと思って、え怒られるんよ、出せって言われる、ごめんなさいね、ほんと出てました、誰もありがとう。あの前ハちゃんギリギリにお題出すやめつねって、いつも言われちゃう、ごめんなさい、それは思う、でもできるかな、まあ、一回お題は出しときますね、じゃあお薬出しときますねみたいな言い方したの、私もお題出しときますね。夜ちゃん尊い、ありがとう、ありがとう、尊い、最近マジ肩が痛くて、肩こりしてるわ絶対、高校1年生肩こりマンジ、そうね、お薬多めに出してきますね。姿勢悪いんです、そうなんですよ、姿勢が悪いんですよ、肩めっちゃ痛いの。なんか今日ね、ここね、いつもこう首をこう、首もこうやってマッサージするんですけど、めっちゃ痛かった。まあいいや、あいやいや、さあさあ、あいやいや、多かったな、え、全然昔から肩こり持ちとかじゃないよ、結構大事、ありがとう。じゃあみんなまたの機会にお会いしましょう、はあ
そりゃ最近踊ってないからな。最後に踊ったのいつやねん。ありちゃんの生誕祭自主練しないと、入れてくださいって言ってるんですけどなかなか入らないもんで。じゃあランキングを読みたいと思います。あれちなみにちょっと見えてる影はジョージです。岩壁行こう。待ってるね、本当ありがとう。ウエンク最近上手になったねって言われるんだけど全然そんなことないです。このできないウインクをこうやってやることによってできてるように見せるっていう角度作業をやってます。角度作業ここやってみる練習実際こんなんだから。ミッキーさんかわいい、ありがとう。え、大丈夫？よし、そろそろランキング読まないと。13位こまみち、ありがとう。12位ヨッシーさん、川と。13位 TX さん、ありがとう。12位湘南の空さん、18無事でよかったです、気をつけね、ラブ、ありがとう。まあもはや気をつけようのない出来事だった今日は。11位ひさし、ありがとう。10位 TMFM さんも、8、9も天使筆祭りお疲れ様でした。10話で一部の見届けましたらってありがとうございます。9位アンダーハローさん、ありがとうございます。前八は前八のマー君、朝配信ありがとう。朝配信ありがとうって、朝配信やる手やったらごめんなさいね。早朝、あ全然違うわ、今全然朝配信じゃない、これは多分かん、あんまいいや。早朝からクワの筆イベントお疲れ様です、めっちゃ楽しい時間だったよ。前原の主人公生出てて好きだったよ。だってじゃんけん大会全然いいよ、全然優勝してすみませんなんて言葉を初めて見たわ、おめでとう。7位ビッグエブさん、ありがとう。6位ユウさん、筆イベントお疲れ、お疲れって今日朝早かったね、最初の開式的なもの見てたよ。ちょっと寒かった、え全然暑かった、朝は寒かった、ありがとう。5位モームさん、ありがとう。4位おさむち、4日連続嬉しい、マイハも嬉しかった、ありがとう。3位ダイナソー、お話し会ありがとう。今回は出会った子の話が多かったね、来月お話し会もっと公演の話をしましょう、ぜひぜひ、ありがとうございます。2位ヨッシーさん、お掃除頑張りました、頑張りました、頑張ったね。前半筆使いに絵心に天才しか見、天才としか見えなかった、だってありがとう、めっちゃ褒めてくれるね。そして第1話リリーマスさんでした、ありがとう。今日終わってからさ、メールでね、今日はお昼寝してないんです偉いでしょっていうメールを送って、3秒後に寝た、寝てた、寝てましたね、うん寝てた、しっかり寝たもん。ありがとうみんな、今日も見に来てくれてありがとう。スペシャルギフト、コメント、カウント、星投げありがとうございました。今日は筆祭りありがとうございました。新しい筆をね、なんといただけてもう幸せルンルンです。筆はいくらあっても足りないっていうか、もうなんかこう全部熊の筆にしちゃいたいぐらい、なんかこう熊の筆は熊の筆でも今までで最高級にもちもちふわふわなブラシでした。てなわけでまたお会いしましょう。今日も一日お疲れネーション。また明日も応援しましょう。せーの、バイチャ。おやすみなさーい。口内炎ができそう。え。